姉さん帰ってきたのかな。姉さん、鍵はいつも持って出ろって言ってるだろ。あ、ごめん。大丈夫？あ、はい、大丈夫です。あれ、この制服姉さんの学校の。こんにちは。あの、私小早川綾乃って言いまして、進藤先生のクラスで。ああ、やっぱり姉さんの。もしかしてあなたが自慢の弟さんですか？確かに進藤美穂の弟だけど。あの進藤先生に勉強見てもらいたくて。姉さんまだ帰ってないけど、とりあえずリビングで待つ？姉さんに何の勉強を見てもらおうと思ってたの？改めまして、小早川綾乃って言います。私のことは綾乃って呼び捨てにしてください。あ、小早川さんね。綾乃でいいです。ところで、勉強でわからないことがあるなら教えるぐらいならできるけど。本当ですか？ぜひお願いします。それじゃあ始めようか。はい、先生。まずは、あの、実は今日ここに来たのは勉強を見てもらいたいからじゃなくて、先生にお願いがあって来たんです。俺に？はい、私進藤先生みたいな胸になりたいんです。切実なんです。学園で進藤先生に聞いたんです。弟に揉んでもらっているおかげで胸が大きくなっているって。はぁ、だから先生、これからも勉強お願いできますか？あ、疲れた。あ、進藤先生こんにちは。お帰りなさい。綾乃じゃない、どうしたの？いえ、ちょっと近くまで来たものですから、立ち寄ってついでに先生に、あ、弟さんに勉強とかいろいろしてもら、あ、見てもらってました。すいません、さよなら。あ、はい、さよなら。お邪魔します。2階の私の部屋で待っててください。飲み物持ってすぐに行きますので。昨日の今日で勉強を見てほしいだなんて、何かあったのかな。あんた誰っていうか何、下手に覗きメガネ泥棒。いや、どれも違う。最後のはもうわけわからん。俺は綾乃の家庭教師だ。嘘、綾乃に彼氏なんかいないんだから。彼氏じゃない、まず話を聞いてくれ。いや、近寄るな、のぞきもめ。あれ、先生何してるんですか？部屋に誰かが。あ、凛ちゃん来てたんだ。綾乃、こいつ誰？あ、こちらはバストアップの先生。あ、じゃなくてレベルアップ。そう、勉強のレベルアップのための家庭教師の先生なの。あの、話がいまいち見えないんだけど。あ、先生ごめんなさい。この子は幼なじみで近所に住む凛ちゃん。学園は違うけど長い付き合いの親友なんです。今日の夜パジャマパーティーしようと思ってたんですけど、まさかもう着替えるとは思わなくて。ああ、親友でパジャマパーティー。あ、何よ、その間抜け面こっち向けないでよね。もう勝手にすればいいわ。とりあえず勉強始めようか。はい。先生、あの、凛ちゃん寝ちゃいましたよ。そうだね。あの、今日もお願いしてもいいですか？でもここじゃ。凛ちゃんは寝てるから平気です。はい、どちらさん？ちょっと、出るのが遅いじゃない。君は昨日の。凛よ、清里凛、そんなことどうでもいいからちょっと邪魔するわ。あの、今日はどういったご用件で？あの、私にも同じように。え？だから私にも綾乃と同じようにしなさいよ。何のことでしょうか？とぼけても無駄なんだから。昨日あんたたちが何してたか知ってるんだからね。綾乃とは親友だけどライバルでもあるの。だから私の おっぱいもう見なさいよ。綾乃には胸の大きさだって負けられないんだから。
聞いてください。バストが2ミリも大きくなったんです。ああ、うん、よかったね。